曜日と木曜日。皆さんこんにちは、大石正義です。本日はですね、ポケモンとヒカワイのコラボがあるらしいぞ。あれ見るしかねえだろ。これ見るしかねえだろということで、本日はポケモンとヒカキンマリのコラボがあるらしいんで、ちょっと見ていこうかなと。ヒカワイ RPG って俺が見たんだけど、それに近い動画だと思います。僕も先日ね、ポケモンをゲーム配信でやったところで、ポケモン熱が高いということで、本日はその熱が冷めぬうちに今回はこの動画を見ていこうかなと思っています。ということで皆さんどうぞよろしくお願いします。カニキンです。ドット風の渋谷のロフトめっちゃ良くない？しかもさ、想像以上にクオリティが高いんだけど、何これ、長い以外完璧だね、長い以外今と完璧なんだけど。PP5 だからなんか怪しかったけど。てか、これ女の子の人見てる。女の子の人覚えとっていいよ。カニキンさんに衝撃聞きません。あ、何言っとんの？お前何時だと思ってんじゃ。今ふざけんじゃねえぞこの野郎。おい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 、早く
してんじゃねえよお前あったかお前。せい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 。先生、私に指示してください。向かうなら軽く言うたいのよ。やりましょう。私は負けるわけにはいかない。キモキモすぎだろ。今の見た、今のヒカキンさんの顔見た、めちゃめちゃキモいやん。玄米ちゃんとあるんだね、すごい。ちゃんとポケモンの要素も残してるのが偉いわ。ポケモン、ちゃんとポケモンバトルになってんのが偉い。ただ玄米積むんだろうなお前な、分かってるよな。 SK ゾー剣舞積んで決めろよ。ミトキンセイバーなんとかみたいな技な。それすればこのヤリチンみたいなやつ倒せると思うんだよね。タタタタ牛の羽。私は負けるわけにはいかない。私は負けるわけにはいかない。でもこれモノマネ釣りなんだけど、剣舞って積まないとさ強くならないじゃん。だからこれおもろすぎて剣舞のせいで進まないと思うから。セイキンさんの顔がさやりちんすぎて笑うんだけど。セイレッサカシ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 撃てた出た。あた寒い冬こそアイスを食べるのが快調。ホッピングシャワー。先生
それではぶった切ります。バナナ&ストロベリー、マスオ TV ありますか？絶対にありません。殺す。すいません。それではぶった切ります。お前はこれで死ね。マスオ TV あります。お前はこれで死ね。ちょっと待って、嘘でしょ、嘘。寒い冬こそアイスを食べるのか、会長。バカアホ、悔しくないの。うるさいわボケ。セイキンさんの棒読みがもう耐えられん。ジョージャー君って渡って、みんな助けてくれ。これめちゃめちゃ面白かったのね。てかマスオ戦すっげえ面白かったんだけど、みんなごめん、投資のせいで俺マスオさんで素直に終わりになってたごめん、みんなごめん。俺もうね、投資の動画がクソ女すぎて、俺マスオさん見て純粋に笑いたくなっちゃったわ。普通にポケモンじゃねえかこれ。ロッキーロード、すべてが終わったな。ヒカキンのラーメンができました。ロッキーロード、ポッピングシャワー。
バナナ&ストロベリー。ダイナゴン小豆いただきます。甘さ自体は控えめなんですけれど、小豆がすごい香ばしくて美味しい味ですね。なにこれ、はあ、ありえねえ、ふざけんな。最大まで当たっとるな、攻撃特防。混乱しとるがな、ほんで笑わせないで、ね、ミゾキンさん混乱しとるがな、自分で切れて混乱しとるがな、意味ないよそれ、あんま意味ないのよ、うん、おもろすぎる。ミゾキン転売されて怒って攻撃上げるんだけど混乱するっていう、何そのクソおもれ技。ロッキーロード、アイスを食べましょう。オールスターダスト計画、オールスターダスト計画、本当に申し訳ございませんでした。我が名はゼウス、全知全能の神である。ゼウス、それじゃいきます。このレバーを持ってジョセフ、ジョセフ、地球の皆さんさようなら。この星を消す。
まさかこんなことになるとは思いもしませんでした。てめえ、お前何時だと思ってんじゃ。今ふざけんじゃねえぞこの野郎。おい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 、せい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 。いやいやいや、負けるんかい。